公認会計士資格説明会試験制度及び合格率難易度についてガイダンスの方を始めていきたいと思います担当アレックス専任講師宮宮ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、こちらの動画はですねまあ、これから公認会計士の試験の勉強を始めようかなと検討されている方であったりあるいは今勉強されていて今一度試験制度の細かいところまで見ておこうとまあ、そういったことをね希望されている方を対象にした動画となっております まあ非常に短い時間でねコンパクトに説明の方をしていきたいと思いますのであのぜひね最後まで聞いていただければなと思いますでも早速ではあるんですけどもまず試験制度について、まあ、お話しさせていただきますと、まあ、公認会計士の試験制度っていうのは担当式と論文式試験に分かれているとで担当式試験っていうのはこれはまあマーク形式の試験となっていまして まあその選択肢の中から合ってるものを選びなさいとか、まあ、その選択肢の中から正しい数字を選びなさいというですね、こういったまあ試験形式になっておりまして、まあ、大学入試でいうとこのセンター試験に近いものだというね、まあ、そういったイメージを持ってください。で具体的にこの担当式試験あのいつ行われるのかといいますとこちらこの12月の上旬に第1回、まあ、5月の下旬に第2回の試験が行われると。 まあ12月と5月ねそれぞれ第1回第2回っていうところで順番が逆じゃないかって思うかもしれないんですけどもまあその年の論文式試験っていうところを基準に考えていきますんである年の論文式試験を受けるのにあたって担当式試験が用意されていてその前年の12月とその年の5月ですねそれぞれ突破した方たちが論文式試験の受験を行うことができるとまあそういう試験の仕組みになっていますんで12月が第1回ということになります。 でこの試験が行われてからですね約1か月後におきまして合格発表っていうのが行われるとでここで合格されていた方は次の論文式試験に進むことができますよとで具体的に担当式試験受験科目としてはこの4科目ですね企業管理監査財務という4科目を受けることになりますけどもこの財務会計論以外の科目はまあこれ1時間の試験になっていて100点満点です。 財務会計だけは2時間の試験で200点満点というねこういった試験制度になっていまして、まあ、トータル500点満点で合格ラインっていうところが用意されていて、まあ、全体の点数で何点以上取ればですね合格と。具体的な点数自体はですね70%前後っていうのが一つの目安として金融庁の方から発表されていますけども、まあ、これはもう試験の難易度によってですね変わってきます。 ここ最近の試験は70%を超えるような、ね、合格ラインになっていることは結構まれでもうほとんど60%しかもそれが前半とかですねあるいは60%を割り込むような年もありますと問題の難易度によってですねこの絶対的なボーダーラインっていうのは変わってくるんだと思ってくださいだからこの試験はですね基本的に合格率そのものは試験の問題の難易度にかかわらずほぼ横ばい 一定ですんです、まあ、村はもちろんありますけどもだいたい 15%, 全15ぐらいが担当式試験の合格ラインになってきますのでもう上位15%が受かっていく試験だっていうふうに考えておいていただくと分かりやすいかと思います絶対評価ではなくて相対評価で合否が決まってくるとだから絶対的なねその担当の点数とかっていうのはあまり気にされる必要性はないんだと勉強していく中で、まあ、自分が 受験生の中で上位15%に食い込むことをですね。目標に考えて学習を進めていけばいいんだと思ってください。で、まあ少し重要になってくるね。細かい制度としましては、担当式試験の足切りラインっていうところがありまして、全体の点数がボーダーラインを超えていても、1科目でも特定の科目が点数40点を下回るような科目があれば不合格ってことになりますんで。まあ、これには気をつけておくえ、気をつけておくね。必要性があります。 この4科目ねどれか1科目でも40点下回るような科目があると足切りということになりますんでねこの足切りでねあの惜しくも合格を逃してしまう受験生っていうのも中にはいますからなるべくまんべんなくですねどの科目も勉強しておかなければいけないんだと思ってくださいただね足切りっていうのが一応制度としてはあるんですけどもこれがあの適用されない場合っていうのも年によってはあるんですね 昔,そのまあ、昔っていうのもそんなに昔ではないんですけどもあの管理会計論っていう科目の難易度がものすすごい高かった時があるんですよもう平均点とかもだいたい30点前半とかですねもう40点を下回る人っていうのが続出したようなねそういった年がありまして管理会計論っていうのは40点下回ってるんだけども全体の点数としてはそんなに悪くないと、まあ、そういった方がものすごい出てきた年もあったんですよその時はあの足切りっていうところが撤廃されて 管理会計で40点を下回っていても全体の点数がボーダーラインを超えていれば、まあ、合格と、まあ、そう判断されたとしてもありましたねだからまあむちゃくちゃ問題の難易度が上がればですね足切りっていうところもなくなるとただまあ基本的にはですね足切りラインっていうのは通常あるんだと、まあ、そういう認識で苦手科目を作らないようにですね心がけて勉強の方を進めていく必要性があるんだと思ってくださいで次に論文式試験ですね これはまあ8月に行われる年1回の試験になりまして夏の暑い時期に3日間行われますちょっと令和2年の試験に関しましては8月中旬ではなくてコロナの影響で11月の中旬になってしまってるんですけど、まあ、原則としては8月中旬に行われるとでそこから3か月後に合格発表っていうのが来ますよとで具体的な各科目の日程なんですけどもこの 会計学午前午後っていうふうに2日目は分かれていくんですけどもこの会計学午前っていうのが管理会計論会計学の午後っていうのが財務会計論になりまして、まあ、管理と財務トータルで1つの科目としてね点数がつけられることになりますただまあ別にそこはあんまり気にされる必要性はなくて、まあ、午前が管理会計論午後は財務会計論になってるんだというねその認識で学習の方を進めていただいて特段問題はありません採点するときに そのの両者の科目ですね点数一つにまとめて得点比率っていうのが出されていくだけなんで別に受ける側としてはねそんなに意識をする必要性はないですね。でこの論文式試験は担当式試験で受けていた科目に加えてこの「租税法」って科目と「選択科目」っていうのを受験することになります。租税法と選択科目ですね だから論文の方がねちょっと科目数が増えるっていう、まあ、これ珍しいのかなと思うんですけど一般的にマーク形式の試験の方がね科目数が多くて論文の方が科目が少なくなるのが普通だと思うんですけども会計試験はその逆になっているんで論文の方が学習負担っていうのは重たくなってくるんだと思ってください。で論文式試験の合格ラインとしては得点比率、まあ、これ偏差値のことになりますけども偏差値で52っていうのを超えていれば合格ってことになります。 偏差値52ですね、まあ、大,学大学受験とかねあるいは高校受験とかされたことある方であればね偏差値っていうのはなじみがあるかと思いますけどもこの平均点をね全部取れば偏差,値や偏差値がちょうど50ってことになりますんで偏差値が52っていうのは平均よりも少し上のところと考えてください。平均よりも少しできていれば合格なんだと。 でこの論文でも足切りラインっていうのが用意されていて担当はね4科目しかないので1科目でも足切りを食らうとトータルの点数で合格ラインを超えない可能性が高いんですけども論文についてはねこれ6科目ありますからね特定の科目が足切りラインっていうところを下回っていてで全体の点数としてはね得点比率52を超えていくなんてことは、まあ、ざらにあるんですよ。 論文のの方ががが足切りっっってててうのが適用されるる可能性が高くなってくくなんだと思ってください。ここはね足切りでね本当にあに涙を飲んでしまう受験生っていうのがかなり多いのでこれまで私もね講師やってきて何人もそういった方見てきていますから論文の方がねよりまんべんなく勉強しておく必要性が高いと、まあ、そう考えられますで、まあ、偏差値で40を下回っていれば足切りとこれは絶対的な点数ではないですからね。 論文の試験っていうのは担当以上に難易度が高いので管理会計とかその得点比率がその52を超えるラインっていうのは年にもよりますけども大体いい40点ぐらいね点数で取っていれば得点比率52っていう偏差値52を超えることができますんで足切りのラインっていうのはもっと下のラインですね素点ベースで見ていくと偏差値が40下回ればですねまあ足切りになりますんでね あの管理会計とか財務会計とか会計額でこの足切りを食らうことっていうのは可能性としては低いと思います会計額っていうのはさっきも言った通りこれはトータルで点数がつけられていきますんであのこの論文式試験でも会計額午後の財務会計論だけが200点満点でほか全部100点満点なんですけど会計額はトータル300点っていう評価がなされるんですよトータル300点ですね、まあ、全体700点満点ですからね そのうちの300点が会計学で構成されることになりますんで会計学で足切りラインを超えることができていないようだとまず全体の点数としてその合格ラインを超えることっていうのは厳しいのかなと思いますんで会計学について言うとあんまり足切りっていうのを気にする必要性はないとどちらかというとこういった理論科目ですね監査論とか企業法が一番足切りが食らいやすいかなというそういう印象を受けますね監査論とか企業法っていうのは理論問題なんで 問題数が少ないんですよ。一問に対してちょっと長い文章を書いていくことになるんですけども、まあ、その問題数が少ない影響で、一問できないインパクトがものすごく大きいんですね。あるいは、できたつもりでも論点がずれていることによってですね、全然点数が来ないとかっていうのが起こりうる科目なんですよ。だからこの2科目についてはですね、特にそういった論ずれとかに気をつけていかなければ、本当にすぐに足切りラインに引っかかってしまいますんで、 ちょっと怖い科目ではありますね。はい、でただ論文はねあの一応救済措置もありましてこの担当と違っ,て違って科目合格制度っていうのが現行の試験制度だと用意されていて全体の点数としては合格ラインを超えていないあるいは特定の科目で足切りを食らってしまったんだけれども何か特定の科目ものすごい出来のいい科目があると大体具体的には得点比率で56。 偏差値で56を超えるような科目については翌年度以降無効2年間ですねその科目の受験っていうのが免除される科目合格制度っていうのが用意されてますだから仮にその年の論文式試験落ちたとしても1科目ないし2科目でもですね科目合格のものがあればですね翌年度の試験っていうのはかなりの確率で合格することができると考えられますんで。 まあこれは救済措置として、ね、非常にまあ,ありがたい制度になっていますね。はいまあ、以上が、ね、この担当と論文に関するお話で,であ,あとすみません言うの忘れていましたけども担当式試験についてはこれは1回合格することができれば、まあ、向こう2年間担当式試験の受験というのは免除されますんで。 その担当を受かった年の論文式試験翌年の論文そのまた翌年の論文っていうふうにその論文を受験するチャンスを3回獲得することができるんだと思ってください。担当に1回突破すれば論文を3回受験することができると。だから担当ねあの いかに、ね、早期に合格できるかっていうのが、まあ、この会計試験においては一つのポイントになってきまして担当さえ突破すれば論文のねその受験切符っていうところが3回分獲得できますんでね3回受ければ論文の合格率から見ていけばですねかなりの確率ででで合格ができるんですよ今から具体的な合格率を見ていきたいと思いますけども担当式試験は、まあ、こちら受験者数とかね まあ合格者数合格率などをまとめていますけどもだいたい15%ぐらいっていうふうに考えていただくと分かりやすいかと思います年によって違うんですけども、まあ、15%前後というところになりますねで一方の論文式試験に関しましてはこちら、まあ、論文式試験はだいたい合格率が40%ぐらいと まあこれは答案の提出者っていうところを分母にとって計算していますまあ、受験者と答案提出者っていうところは結構乖離があるんですねまあ、受験者まあ、これは願書を出した人ですね願書を出した人のうちだいたい1割ぐらいは例年ねあの全科目受けていないと答案をちゃんと出していないって方が多いんですねまあ、やはりその途中で諦めてしまうっていう方が一定数いるんですよ まあ5月に担当を突破した方たちで特に社会人層なんかはですね仕事の関係で論文の勉強が思うようにできずにですねもう今年は諦めてしまおうとかっていう方は結構いるんですねだから非常にもったいないんですけども、まあ、担当を突破してきた人たちのうちですね1割ぐらいはまあこの論文ですね、まあ、受験しないと答案を提出しないっていう方がいるんですねでこの答案を全部ねちゃんと全科目について出した方を対象にして まあ、合格率を出していけばですね約4割ぐらい合格できる試験となっていますだからまあ担当に比べると非常に論文式試験の合格率は高いとでしかも担当1回突破すれば論文を3回受験するチャンスが獲得できるわけですから、まあ、この合格率40%の試験に対して、まあ、3回の受験っていうところができるわけですからね3回のうちのどこかで受かる確率の方が高いと考えられますだから現行の試験ではね どちらかというと担当を突破するまでのところが大変ななのかなといいううふうには思います、はいまあ、ここまでがね、まあ、試験制度とかあるいは合格率などについてのお話ででこの論文のね試験に関しましてはちょっと追加でお話をしておきますと担当の4科目に加えてね 租税法と選択科目っていうところが入ってくるわけですけど租税法っていうのはこれまあ税法ですね名前の通りではありますけど法人税税税とととかか所得税とか消費税っていうのを体系的に勉強するとで選択科目は経営統計経済民法のうちのこの4科目のうちから1科目を選択することになるんですけどこれは担当式試験の願書を出す時に事前にもうね どの科目を選択するのかっていうのを決めておかなければいけませんのでその場で問題見てね決めることとかできませんから事前に自分がこの科目を受験しますよっていうふうに申請を出したものしか受けることはできませんので早めに決めておく必要性がありますでもほとんどの方は基本的に計画選択です大学とかで専門的に勉強してるとかっていう理由を除けばねもう計画を選択されるのが一番望ましいです統計ととかか経済とかっていうのは これは経営学に比べると学習の範囲は少ないんですけども数学的な知識っていうのが少なからず必要ですんで、まあ、理系の方にとってはねいいのかもしれませんけれども、まあ、多くの方はねあの文系出身の方でしょうから、まあ、経営学選択されこの中で一番ね受けるのはまずいのかなと思われるのが民法で民法は一番範囲が広いことに加えて他の科目とあんまりシナジー効果がないと。 民法の勉強をしたところで他の科目に生きるところっていうのは非常に少ないので,でまた民法はね司法試験の合格者とかも受けてきたりするのであのそういった方たちとまともに戦って勝てるわけありませんから基本的に民法を勉強したことない方がこれを選択するっていうのは一番やってはいけないこともう理由がなければ計画選択をしてくださいもう8割以上の方はそうしていますはい。 そこだけね選択科目としてあの選ぶもの間違いないように気をつけていただければなと思いますね。はい、であとまあ論文式試験についてよく問われることとしてはですねあのこれは論文っていうのをどれぐらい書くんですかと。まあ科目によるんですけども一番メイン科目の財務会計とか管理会計とかこの会計学っていうのはそんなに長い文章は書かないです。説問数っていうのが何個も用意されていて一個一個の説問っていうのは長くて5行とか6行。 短いものだったらそういった設問が何個も用意されてるだけなんでその一つのねテーマに対して長い文章を書くようなそういった試験の形式ではありませんので文章力とかっていうのははほとんどそこでは反映されません、まあ、文章の上手い人ね人によってあるかと思いますけども自分は文章を書くのが苦手だって思っている方でも特段問題なくねこの試験っていうのは受験することができますんでそこは安心してください。 特にこここ最近はね、そういいいったことをを心配されている方が多い印象を受けます。やはりそのスマートフォンとかの影響もあるのかもしれませんけども自分でね、手を動かして文章を書くっていう機会がどんどん減っていますんで、まあ、文章を書くことに対して苦手意識を持たれている方が、まあ、非常に多いのかなと思うんですけども会計試験っていうのはそんなに長い文章は書きませんし表現力とかね全く合否に影響しませんから、まあ、その点はご安心ください。はい、よろしいでしょうか まあ以上が、ね、基本的なお話ということになりまして、まあ、会計試験の、まあ、制度についてのお話でした。であとまあプラスアルファで見ていくとするならばこの論文式試験が終わった後の話なんですけども論文式試験終わった後実務経験2年ですねこれ監査法人における監査経験っていうのを2年間積んでいく。 あるいはまあ一般企業でもね実務要件として満たされることはありますのでまあそこはねあの日本公認会計士協会の方で社会人の方なんかは自分がやってきた仕事っていうのが実務要件として認められるかどうかっていうのはちょっと聞いてみてください予備校の方にに問い合わせいただくことがあるんですけども予備校のほうでは判断ができませんのでそれはもう会計士協会が決めることになってきますからそちらの方にあに一度問い合わせをいただければなと思います。 まあ、試験終わってから実務要件2年あるいは試験その受ける前でもね実務要件っていうのはあの満たすことはできますんであの試験の前後どちらでも構いませんけども2年間のそういったね会計関連の仕事に従事しているっていうね経験が必要だとでプラスアルファで実務補修っていうのもあるんですけども実務補、まあこれ研修になってくるんですけどもあの実務補修っていうのを3年間受ける必要性があります 試験が終わった後実務補習所っていうところにに3年間通うこことになりますでこの3年間通うって言ってもねその司法試験の司法修集とは違って皆さんね仕事をしながらその実務補修っていうのをやることになりますんで、まあ、監査法人とかに勤めてる方であれば、まあ、今日実務補習所があるからっていうので平日の夜6時とかにですね市街の方に東京だと実務補修所があるんですけども、まあ、そこでみん,なにみんなで一緒に行って、まあ、研修を受けるっていうところを3年間行うことになります。 でこれまあ結構めんどくさいんですけども3年間やるって言ってもその3年間みっちりあるわけではなくてあの繁忙期には当然、ね、そういった実務補習所っていうのはなくてどちらかというと監査法人が閑散期の時にちょっと講義があると、まあ、週に23回講義がありますよとでそれも初めの1年がちょっと忙しいだけで2年目3年目っていうのはほとんど、ね、その講義っていうところも減ってきますから。 大体トータル250単位ぐらい取らなければいけないんですけども初めの1年目でだいたい200単位ぐらい取るイメージになってきますんで2年目3年目っていうのはほとんど講義はなく、まあ、時々レポートを出すぐらいで済む話になってくるんですけどもちょっと1年目がね大変なところではあるんですが、まあ、みんなで一緒に頑張ってやっていくことになりますんでここで何かねその心が折れてしまうとかってことはありませんのでそこは安心してくださいでこの実務補習所っていうのを3年間通っていただいて 最後に卒業試験として終了講座っていうのがありますので、まあ、これに合格することができれば晴れて公認会計士登録することができるというねちょっと長い道のりになってくるんですけども、まあ、学生さんなんかでね今から会計士の試験を目指そうと会計士の資格を取ろうって考えた時に最短でもですねこの論文式試験を受かるまでに1年から1年半ぐらいは最短でもかかるとでそこからまた3年間ですね実務補習とかもやらなければいけないので大体,大体、えー、その合格 してからあ合格その合格してから実務補修とかまで、えー、まあその含めてねトータルの期間で考えた時に、まあ、資格を取るまでに大体5年ぐらいかかると考えてくださいまあ非常に5年っていうのはですね長いスパンに感じるかもしれませんけども、まあ、それぐらい大きな資格ということになりますんであのきちんとねそういったあの段階を踏んでいかないとですね資格を取ることができないですねまあかなりその厳格なねあの制度になっていると考えてくださいはい まあ、あの長い、ね、時間がかかる分だけ、それだけあの大きなリターンも、ね、得られる資格なのかなというふうに思いますので、ちょっと大変なところはあるかと思いますけども、やる価値のある資格だと思いますので、ぜひ、ね、ご興味を持たれている方は、ですね、まあ、公認会計士の,あの試験の、ね、そういった勉強を目指していただければなというふうには思います。はいまあ、それではこれで、えー、ガイダンスの方は以上となりますので、えー、皆さん、お疲れ様でした。